ちょうど僕は皆さんの頃に決意して渡米したんですけども、やっぱり若いということは無限大の夢があって、その自分の持った夢に自分の人生はおおむね比例する結果を生むと。だから小さな夢だったらその夢の範囲の中でその夢の 80% 達成できるのか 50% なのかと、やっぱり夢はできるだけでかい夢を持った方がいいんじゃないかっていうのが一つのアドバイスと、もう一つはその夢を達成できる人とできない人の唯一の違いは、その夢をどのくらい心の底から自分が達成したいとすごい強い決意をし、それの夢の達成に向かってもう恐ろしいまでの情熱で努力をしたかということだと思うんですね。でその夢は、夢の大きさっていうのは何も金額的な大きさとかじゃなくていいと思うんですよね。もう世界一おいしいパンケーキを作れる人間になりたいということだってでっかい夢だと思うんですよね。世界一上手になんかピアノが弾けるようになりたい、これもでっかい夢だと思うし、でも自分しか弾けないその曲を作りたいということだって、僕は画家にも実はなりたかったんですよ、小学校の時ね。僕がなりたかった画家は貧乏画家なんですよ。お金持ちの画家はもう その時点で堕落してると、人に売るために絵を描くんじゃないと。僕はゴッホとかね、有名になる前のゴッホだから、ゴッホのような生き様が一番尊敬できる生き様だと。要するに画家ならね、その展覧会に出して有名になるとかね、画商を通じて高いお金で売れるという画家を目指すというよりは、自分が一番描きたい絵、世の中の常識と関係なしに自分が一番納得する、自分が一番描きたい絵、それでも僕はものすごい素晴らしいでっかい夢だと思うんですよね。だからどんな夢であれ夢を描き、それがある種の自分の人生に対するビジョンだと思うんですよね。そういう自分の夢も明確に持たずに、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくためにどっかでそのね給料もらいに行くと、でも今は現状それしか仕方ないじゃんと言ってる間に人生あっという間に終わるから、あっという間ですよ、本当にあっという間に50代になり60代になると。そうは言うけど現実はこうだからって言って目先のね、そんな夢物語ばっかり語っててもダメだと、とりあえず目先の現実を踏まえてとか言ってる人ほどその現実の世界から逃れられないまま人生が終わる場合が多いと。現実が厳しいからこそ自分の夢を、自分の人生に対するビジョンを僕はしっかり持つべきじゃないかなと。志高く。